どうも皆さんもこんにちは。はるな館長です。よろしくお願いします。今回はですね、こちらご紹介したいと思います。じゃかじゃんと、えー、ディーゼルより発売されているスマートウォッチを、えー、ご紹介したいなと思います。もうサムネでね、写ってるんですけども、おそらく。はい、えー。というところでね、ディーゼルスマートウォッチ買ってしまいましたというところです。まあ単純にですね、買った理由をちょっと述べますけども、まあ理由としてはごく単純。まあちょっと、 あのプライベートウォッチが欲しかったっていうところですね。私、まあ、以前とかでご紹介してるんでいうと、マイケル・コースであったりとか、スカーゲンであったりとか、まあちょっとね、紹介はしないんですけど、まあエンポリオ・アルマーニーとか、あのー、そういったものを買ってましたで結構、割とね、あのー、マイケル・コース以外は、割とビジネスチックよりがちょっと大きいかなと思ってたんですけども、 ちょっとプライベートでね少し使えるようなスマートウォッチを欲しいなと思って、まあ、ちょっと古いですけども、えー、ディーゼルのスマートウォッチを買わせていただいたというところになりますディーゼルオンアクシアルスマートウォッチですねはいというところで、えー、まずね箱からしてかわいいというかかっこいいですねこの、まあ、フェイクレザーなんでしょうけどかっこいいですはい中身ありませんということは じゃかちゃんというところで、こんな感じ。はい。もう今日はもう前振りとかあんまりやりません。はい。いろいろ。あの、下手な工場は使えません。まあ今回はね、このディーゼルアクシュアルスマートウォッチを買いましたというところです。はい。まあ発売は少し古くて2019年とかそういった形になります。まあカラーバリエーションみたいなので言うと、えー、まあケースカラーとしてはシルバーとか、あとゴールド。 あとブラックまあブロンズかなガンメタとかなんかそういうのがあるんですけどもはいであとはねベルトはデニム生地とかブラックとかメタルとかそういうのがありますで今回はちょっとプライベートでまあ少し、まあ、金属感をなくしたかったので、まあ、金属感ありありなんだけど <laughs> なくしたかったのでベルトは、えー、このねディーゼルのデニム生地のものを選びました、まあ、デニム生地ねちょっと メンテ大変かなとは若干思ってます。まあ、洗えないんでね。まあ、そもそもベルトって、基本的に。金属ベルトじゃない限りね。洗えないんで。まあ、あの、この裏生地は多分合皮。まあ本、本革本革なのかなまあ、本革とかだと思うんで、まあ、ミンクオイルとか塗って多分メンテできるんですけども、こっちの デニム生地はどうやってメンテすればいいんだろうみたいな、リセッシュかけときゃいいのかな、みたいな。あの、そんな感じでちょっと戸惑っています。はい、というところです。で、えっと、Wear OS by Google なんですが、まあ、最新の Wear OS by Google には対応してないですね。Wear OS 2止まりなんじゃないかな。ちょっと確認してみよう。Wear OS 2.44ですね。はい、となります。 まあ、とはいえ、とはいえ、まだまだ現役で使えるような OS なんですが、はい、あの、私はこれを買ってしまいましたというところで、まずデザイン性がごつい、いかつい、いかちいと思ってます。ただこれビジネス用途で使えるかって言われるとちょっと微妙なんで、あの、使わないですけれども、あ、プライベートではこれ使えるなというふうには思ってます。はい。割、まあ、とね、なんかポップじゃないけども、なんかプライベート感満載な、 僕はスマートウォッチだと思ってますもっとね、あのー、あるとは思いますけども、これぐらいね、主張激しくてもいいかなと思います。逆にね、スカーゲンのとかはね、ちょっと、すっきりしすぎてる、うん、結構すっきりしちゃってるみたいな感じがあるんで、まあ、我々でね、僕、めちゃめちゃ好きなんですけども、ちょっとプライベート感少しないよなと思ったりするんですね。エレガントすぎてって感じます。でも、ディーゼルのこれはちょっとごついんで、 いいいかなという,ふうに思ってますで、えっとまあ、ディーゼルとはいえ、まあ、ちょっと裏面見てもらえばね、分かると思うんですけども、これね、結局作ってるの多分フォッシュルなんですよね。フォッシュルのあのが OEM になってやってるみたいな、そんな感じだと思うんですけども、えー、もうここの、ね、充電がこんな感じになっています。で、まあ、これも実はポイントで、わざとこれを選んでます。なんでかっていうと、充電器共通にしたいんで <laughs> あの、なんで僕、スカーゲンとかマイケル・コースとか、 まあ今まで買ってきたものっていうと、やっぱりそのフォッシュル企画なんですよね。全部裏面が。なんで、これは共有、共通ができるんで、嬉しいなと思っています。はい。っていうところで、えー、買わせていただきましたと。まあね、これ1日2日ぐらいね、実は使ったんですけども、割とね、いい。うん。おしゃれっていう感じです。まあ、ディーゼルだなっていう感じです。特にね、このやっぱ、このケースと、 このリベットのリベットチックなデザインが割とねなんかスキッと好きですん、ね、でごつい。うんいい。デニム生地はデニム生地のこのベルトは、うん、正直言ってちょっと使いづらい。うーん使いづらいですね。なんかあのちょっと硬い。硬いイメージがあります。はい。ちょっと硬いですね。でウォッチフェイスはなんか結構ディーゼルのなんか独特な感じで割とねまあこれはこれでスきっと好きなんですけどね。 あのちょっとかっこいいです、はいまあ。あんまり普段僕は選ばないウォッチフェイスですけども。であったりとかいろいろありますというところで結構好き。あとはなんか結構ね地球儀マークのなんかウォッチフェイスもあったりするんだけどもいいって感じですね。でこのディーゼルアクシアルを選んでるもう一つのポイントとして、まあ、これは結構まだ許されると思うんですけども搭載してるソックが。 あのスラップドラゴンのウェア3100っていう、えーまあ、4000万台とかではないんだけども3100っていう、まあ、結構スマートウォッチとしては、まあ、レスポンスはまあいい方っていうようなあプロセッサーなのですごい僕は気に入ってます、まあ、これより下だと2100とかになるんだけど確か2100はねエンポリオアルマーニュとかで使ってたけど結構レスポンスがイラつくイラつくんで投げ捨てたくなるときあるんだけど これはねそんなことないんでまあアプリ講習の時とかはね、まあ、その上の4100とかでも、まあ、ちょっと遅いなと思う時あるんだけどでもねまあこれも3100も同様で、まあ、そうなるんだけどまあ、それ以外の時と全然キビ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 って感じですねだからこんな感じでやってもちゃんとキビってるでしょはいこんな感じでねキビるんですよだからそこがね少し気に入ってるかなっていうそういうポイントです今見えてなかったね はいこんな感じでやってますはいでまあメモリーも4ギガから、まあ、8ギガとかにまあかなり全モデルからね変わっていたりするのでまあそういったところもねポイントかなと思いますはいなかなかねやっぱりこのデザイン性と相まってすごくいいかなと思います、まあ、Google アシスタントもついてますし、まあ、スピーカーもついてるというところですし、まあホッシルオリジナルのこの心拍センサーもついてるっていうところでまあ あのいいでしょうっていうところです、ねうんあとなんだっけなトニとかっていうなんかアシスタントアプリもあるんだけどあんま使いたくないかなっていうところですとはいええーまあ、これだけねこう男心をくすぐるデザインでなおかつ、えー、すごいね、えー、そんなにこうなんていうんだろうなこうフォーマル感も現れない割と、うん、プライベート感満載なスマートウォッチ僕は気に入ってます まあもしかしたらフォーマルの場でもベルト変えれば使えるかもしれないけどあんまり使いたくないな。フォーマルはフォーマルで違うスマートウォッチ使いたいです。はい。というところで、えー、今回はですね、このディーゼルのオンアクシアルのご紹介でした。えー、割といいです、これ本当に。あのスカーゲンとかマイケル・コースとはまた違ったいいデザインです。なんかでもこれのね、光景とか違うモデルになると なんかね、ちょっとダサ、ダサいっていかなんかちょっとミニマムになっててごつくなくなっちゃってるんだよね。それだ残念だ、なんだけど。まあね、ちょっと、もう一回またこういうの出していただけると非常にありがたいです。というところで、今回はこのディゼ0ンアクシアルのご紹介でした。また次回の動画でお会いしましょう。春名館長でした。バイバイ。